はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、とてもとても久しぶりに新しいコーヒードリップスタンドを買いましたんで開けていきたいと思います。これものすごく前から、欲しいなと思っていた、目をつけてた商品で、いよいよね、買ったんで、もうめっちゃ楽しみにしてました開けていきます。よっと、結構ね、箱がでかいんですよ。お、これは組み立てが、あ、いらないタイプだな。じゃじゃーんはい、こちら均等から出ているスローコーヒースタイルシリーズのコーヒードリップスタンド、SCS ブリューワースタンドでございます。まあ、タイプとしては以前から僕が使っているこのユキアンドリップスタンドに非常に似ていて、ドリッパーを乗せるための輪っかがここについていて、それをネジ一つで高さ調節することができ、何でもメーカーとか形を選ばずドリッパーを乗せることができて、サーバーも同じくですね、ドリッパーとサーバーの相性を全く考えずに、コーヒーの選択肢を増やして、ね、使うことができるんですよ。そしてこれもちろんね、ドリップスケールも使うことができますんで、サーバーに落ちたコーヒーの重さを測ることができて、これが非常に便利なんですよ。抽出量が測れるタイプのドリップスタンドですね。これ僕ね、こっちは愛用しているんですけれども、こっちも実は、以前から知っていてっていうか、使ったことがありまして、実はこれ1年前にアバウトアースコーヒーさんで初めて使ったんですよ。あそこも赤い矢を置いてあるんで、カズマックスブレンドを作るときにですね、初めて使わせていただきまして、僕自分のドリップケトルを持っていたんですけれども、まあ、ドリップスタンドってでかいからさすがに向こうで借りようと思って借りたら、まあ使いやすくて僕のスタイルに非常に合っていたんですよね。こっちもこっちで以前ね、理想のドリップスタンドを探すって言ってたどり着いたやつなんですけれども、あのね、どっちにも魅力があります。ちょっと違うんですよ。同じに見えるけれども、まあそれぞれの魅力をちょっと語っていきたいと思います。はい、じゃあまずこちら、ユキワの方からですね。これ全体がステンレスになっておりまして、非常にフラットなデザインをしておりますので、洗いやすく拭きやすいです。これ何がいいかっていうのが、コーヒーって入れていると結構ね、粉とか液体とか飛ぶんですよ。それにすぐに気がついてすぐ拭き取ることができるから、常に清潔に使うことができる。まあ飲食物ですから、やっぱりこういうところって結構地味に大事だと思うんですよ。これね、地味にいいポイント。そしてこの輪っかの高さを変えられるっていうのはまあもちろんなんだけれども、これね、横にも動くんですよ。まあ多分このメリットはコーヒースケールを使う人にしか当てはまらないと思うんだけれども、豆を測るときにこれがあったら邪魔じゃないですか。これをスッと寄せることによって、ドリップスタンドにドリップスケールを置いたまま豆を測ることができ、そして終わったら寄せてドリッパー乗っければこれで済むんですよ。これがね、非常に便利。高さを変えればね、まあ一応できないことはないじゃないんだけども、やっぱりやりにくい気はするし、横に動かせないドリップスタンドであれば、多分基本的にはこうすると思うんですよね。この一手間がなくなるだけでも一気にコーヒーって、楽になるから、大げさじゃなくて僕自身がそう感じていて、続けやすくなると思う。これからコーヒーを始めていく方は、こういうね、細かい、一見見過ごしがちな、どうでもいい細かいところを、楽できるものを買うと非常に続けやすくなると思います。これガチでおすすめですただ、まあ、いいことばかりではなくて、これネジで留めているんですけれども、横に動かすんで、若干ね、緩むことがあります。だから放置していると時々こうずっと落ちてしまったりとかするんで、こう横に動かした後は必ずキュッと軽くね、ネジを締めてあげるという癖をつけると、まあ、問題ないと思います。それ以外は本当褒めるところしかなくて、台座も大きいから、サーバーでもドリップスケールでも何でも乗っかってオールマイティに使うことができます。とりあえずこれを買っとけば間違いないだろうっていうドリップスタンドですね。で、買ったのがこれなんですけれどもこれが、均等のスローコーヒースタイルの、ドリップスタンドですね。もちろん雪輪と同じくドリップスケール、赤いを乗せることができるし、反対もできます。こういう風に抽出量ではなく抽糖量を測るっていうスタイルも、まあ、両方できるってことですね。で、高さ調整も本当簡単だし、これはね、横には動きません。つまり緩まないってことですね。しっかりとした、本当に安定して、ドリッパーを支えてくれるドリップスタンドになります。材質はね、確か磁器だったから、しっかり重たくて重厚感があって、コーヒーを入れている間しっかり支えてくれそうな堅牢な作りをしております。で、黒だしかっこいいし、正直ね、これの黒を買おうか迷ったんですよ。ただこのネジが緩まないってところは魅力的だし、ちょっとパターン違いも欲しいなっていうのと、ちょっと小ぶりなの分かりますか。これえ
やっぱりコーヒーってキッチンであるじゃないですか。でキッチンって結構狭いじゃないですか。場所って取ると嫌じゃないですか。ちゅうことでちょっとでもこう小ぶりなやつを持ってみたらどうなるのかなっていうのを試してみたくて、これね買ったんですよ。まあ、どっちにもいい魅力があって、多分これはどっちが合うかっていうのは人によると思うんですけれども、まあ、とりあえずね買ってみたんでしばらく使ってみたいと思います。でまずね、じゃあ今日は初回として、この赤いやとセットで使ってみたいと思います。はい、じゃあせっかくなんでね、今日の豆はカズマックスブレンドでございます。フォースブレンドですね。ドリッパーはどうしましょうか。黒に黒で揃えてもすごくかっこいいと思うし、ガラスっていうのもありだと思うんですよ。よし、じゃあちょっと均等の同じ時期で揃えてしまいましょうか。よし、ちょっと地味にかっこよくないですか。僕すでにときめいているんですが、やっぱりコーヒー器具って毎日使うもんだし、しかも自分の趣味というか好きが一番こう表されるものだからさ、コーヒー好きにとっては道具一つが変わるだけでもやっぱテンションって上がるし、ときめくし、楽しくなると思うんですよね。いや、いい。そして赤い矢が乗るのもなかなか珍しいんですよ、ドリップスタンドって。今後もっとねこういう器具増えてほしいんですけれども、いや非常にね、いやもう満足、すでに満足。これはちょっと毎日入れたくなっちゃうよね。じゃあ入れます。でもって画面で見てもすごく収まりがいいですね。やっぱり必要以上に高くないから、ドリップスケールとサーバーとドリッパーのセットで可愛くひとまとめになってる感じがありますね。そしてこの黒に銅ポットがめっちゃ映える。かっこいいな。やっぱり道具にときめくって大事だと思うんですよ、趣味って。さっきねメリットもいっぱい話しましたけれども、シンプルにかっこいいってのもメリットだと思うからさ。いや、これは入れたくなる形をしてますよ。いい香り。やべえ、ちょっと楽しい。久しぶりのときめいてるかもしれん。まあ、ドリップスタンドを使うか使わないかって人それぞれだと思うんですけれども、まあ、僕的にはこの抽出量を測るタイプが合っているんで、ドリッパーとサーバーを離すことができるドリップスタンドは非常に使い勝手がいいですね。でサーバーとドリッパーを離しつつも、こうやって高さ調節することによって限界まで近づけることができるから、変に跳ねたりとかもないんですよね。ドリップスタンドを使うことによるデメリットっていうのはあまりないと思う。よし、下ろします。はい、というわけで、こちらカズマックスブレンド入れ終わりました。いただきます。よっ。よし、やっぱりね、毎回ね新しい器具を使って入れた時のコーヒーって格別に美味しいんですよ。なんというか、器具を使って楽しくなって、楽しい時のコーヒーってやっぱ美味しいじゃないですか。で美味しくてさらに楽しくなるから、楽しくて美味しくて美味しくて楽しくて、こう相乗効果がすごいんだよね。絶対確実に美味しいはず。いただきます。やっぱり美味しい。うまい。いやもうずっとさ、欲しくてワクワクしてたんですよ、この新しいねドリップスタンド。使ったことはあったけれども、やっぱり明日からずっとねこのドリップスタンド使って、このかっこいいので、このまとまりのいい感じで入れてなると、こうワクワクしますよね。
まあもちろんね、これまで使っていたこいつも本当に理想のドリップスタンドだから、なんだろう、1週間交代とかで使っていこうと思うんですけれども、使い勝手としてはまあほぼほぼ変わらず、まあ首が触れない程度で、でこれが果たして僕個人のスタイルに、より合うのは一体どちらかなのかっていうのはまだ現時点では分かんないから、長期的に見ていこうと思うんですけれども、まあ、現時点ではあの両方ともトータルですごく良かったです。で、あの冒頭の首振りの話ね、あれ聞くとカズマックスさん、じゃあ初心者にはこっちの方がおすすめなんじゃんって多分受け取ると思うんですけれども、言い方が悪かったな、なんて言ったらいいのかな。あのね、もう本当に手軽に手軽にした方で続けたい方、このはかりを下ろしたり上げたりするのが億劫になりそうな、もう結構狭いキッチンの方は、どっちかというと強いて言うならこっちの方がおすすめかもしれない。なんちゅうのかな。難しいね。こっちもこっちと、まあ、めちゃめちゃ場所取るわけじゃないからね、あの豆はがるときだけ下ろしちゃいいんだけれども、まあ、あのこの辺は多分微妙な、本当に微妙なラインなんで、自分のこう、めんどくさがり度とか手軽さ求め度とかに照らし合わせるとどうなるかなってところを、あの見てもらえたらってちょっと思います。多分人によっては、いやカズマックスさん、僕はそういう手軽さよりもこういうかっこいいところでテンションが上がってちょっと使いたくなるんですよねみたいな、そっちの方がむしろ続くんですよって方もいらっしゃると思いますし、いやそれはね、人それだと思うんですよね。最後にぶん投げましたけれども、いや本当にこういうことだからね、コーヒー器具って。一応まあ僕の主張としてこう話しましたけれども、とりあえずまあ、 あの最終判断は皆さんでよろしければ、ぜひぜひ本当に両方ともいい器具ってことは僕が保証しますんで、どっちを選ぶか皆さんにお任せします。ぜひぜひ参考にしてみてください。なかなか最近なかったまとめ方ですけれども、はい、あのよろしければ。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールド、新しいドリップスタンド均等のスローコーヒースタイルの、ドリップスタンドのご紹介でございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。